盟多伦多蓝鸟队的球迷对洛杉矶道奇队的日籍球星大谷翔平可以说是由爱生恨，看到大谷一出场就失神伺候，而赛后大谷则是高 EQ 的回应。まあ自分のチームを好きだからこそこう、ね、相手のチームのそういう選手にブーイングしたりとかすると思うので、まあ、そういう熱量っていうのは別にドジャースファンでもブルージェイズのファンでも何だかな、野球好きなんだなっていう、そういうまあリスペクトにこう逆に感じるところかなと思いますけどね。而奥塔尼桑也再度的表示，他非常感谢当时所有想签下他的球队，但是就像他自己在加盟记者会上讲的，最终只能选择一队。Hello， 我是郑雅芳，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。